ちください。停車到着となります。下元島到着は29分の発車となります。南一個で変わって南方面となります。箱川駅到着です。下元島ご注意ください。箱川駅到着となっております。これで予約船内と中東までの各列車の到着となります。下元島到着、箱川駅、後からまでの新快速電車にも、大宮島、宇佐津方面、京都までこの電車先の到着となります。なお、京都行き先、高槻、新大阪、大阪には、後から来たら新快速電車が先の到着となります。後の新快速電車ご利用中のお客様、この時期3番乗り場の方でお待ちください。3番乗り場の到着は、途中京都までの各駅先の到着、加工が終わりでございます。